韓国の生青海苔青海苔は日本において食用として利用される数種類の海藻の総称である。代表的なものは、ヒトエグサかのヒトエグサ、アオサかアオサ族のアナアオサ、旧ューアオノリ族のスジアオノリなど。競技では、旧ューアオノリ族のスジアオノリ、ウスバアオノリ、ヒラアオノリ、棒アオノリなどの実をアオノリと呼び、ヒトエグサやアナアオサを含めないこともある。現在、 青のりと呼ばれているものは、ヒト草など、ヒト草グ科の海藻、青オサ科ア族のアナ青オスジ青のりに代表される、旧青のり族の3種に大別され、それぞれ風味や用途が異なる。最も代表的な青のり。香りが高く口溶けも良いが、3種の中では最も高価である。高知県の四万十川など、四国地方で多く生産される。生産量では、 最も多く、種として佃煮などに加工される。天然物はひとえぐさ、ヒトエグサ、養殖は、広葉のヒトエグサが多い。一大産地である、三重県の伊勢島地方では、アオサノリと呼ばれる。また、沖縄県では、アーサと呼び、アーサ汁や天ぷらなどに利用される。乾燥して2、3ミリメートルの大きさに粉砕したものが、アオサ粉などの名称で流通している。大阪では、 バンドを粉、バンドコと呼ばれ、安価であるため古くからお好み焼きや焼きそばなどのトッピングに多用されてきた。細胞膜が二層構造で硬く、唾液に溶けないため、歯などにくっつくのが難点である。日本の生青りや青海苔の乾燥粉末をかけたお好み焼き蒸気のように天然物が採取されるほか、主に海で養殖される。タンクを使った陸上養殖も取り組まれている。 その他、卵焼きに混ぜ込む、おむすびや温かいご飯にまぶすなど、様々な利用例がある。パレカムジャジョンパレムチム朝鮮では、青のりは、パレと呼ばれる。青のりは、ナムルの野菜として食べられる。また、キムを作るためにも使われる。ありがとうございます。